皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は、騒音問題についてお話しします。特に、広島県で駐造している夜間のコンバイクについて焦点を当てます。こちらのニュース記事では、うるさくて眠れない。そんな声が日増しに高まっていると報じています。まず、ニュースの概要を簡単にまとめますね。広島市西区を中心に、夜間のバイクの騒音が大きな問題となっているそうです。県警は取り締まりを強化していますが、SNS での情報拡散は摘発を困難にしているとのこと。実際に走行し している高校生たたちちも音で目立ちたいと述べておりこれは住民との認識のの食い違いい違を彫りにしていますこの問題、実は非常に根深いです。バイクの騒音が及ぼす影響は単純な不快感だけにとどまりません。睡眠妨害によって健康被害をもたらす可能性もあります。寝不足は集中力の低下、免疫力の低下、さらには心疾患のリスクを高めるとも言われています。こうした点を考えると、この問題は決して軽視できるものではありません。ここで私の主張をお話しします。このような騒音問題に対して必要 重要なのは単なる取り締まりだけではなく教育や啓発活動の強化です特に若者に対する意識改革が不可欠です騒音はあまり問題だと考えずむしろ楽しみや目立つための手段として捉えている現状は早急に改善すべきです具体的には学校や地域コミュニティでの講習会やワークショップが有効でしょう騒音がもたらす健康被害や地域社会への影響を具体的に示すことが重要ですまた、SNS での情報拡散が問題を助長していることから SNS での啓発活動も欠かせませんポジティブな影響 もちろん、取り締まりも必要です。しかし、一時的な措置だけでは根本的な解決には至りません。警察に頼るだけでなく、地域全体で協力し合うことが大事です。例えば、コミュニティパトロールを増やすといった取り組みも考えられます。反論としては、取り締まりの効率や費用対効果を問題視する意見があるでしょう。確かに、リソースには限りがあります。しかし、根本的な解決策を模索することが必要です。 目先の解決ではなく、将来的な影響を考慮に入れるべきです。このように、夜間の枠音バイク問題は多角的なアプローチが求められます。一方的な取り締まりだけではなく、教育や地域の協力も必要です。視聴者の皆さんも、ぜひ自分の生活圏で同様の問題があった場合、地域とともに解決策を模索してみてください。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もまた、興味深い点までお話ししますので、ぜひお楽しみに。それでは、さようなら。